トーラスはアメリカの自動車メーカーフォードモーターが製造・販売する普通乗用車である。日本では1988年から1999年まで輸入・販売されていた。2018年4月、フォードは北米市場向けトーラスの次期モデルを開発せず、今後は中国市場専売モデルとすることを表明している。 1985年に86年モデルとしてアメリカで発売開始されたトーラスは LTD の後継車種とされ30億ドルの開発予算をかけライバルと目されたドイツ車や日本車を徹底的に調べ上げた上で開発された保守的なデザインを持った前進車種の LTD とは異なり1983年に発売が開始されたサンダーバードを さらに洗練したようなエアロダイナミックなエクステリアが特徴でヘッドライトの形状から日本のオーナーの間ではデカめの愛称で呼ばれ親しまれている。先進的なデザインと充実した装備、日本車やドイツ車にはないベンチシートやホワイトリボンタイヤが選択できることなど当時のアメリカ人の好みを抑えたことなどを理由にアメリカやカナダでは 記録的なセールスとなり、1989年には全米販売ナンバー1に輝いた。また、パトカーやタクシーなどのフリート需要のほか、レンタカーなどにも多数が採用され、言葉通りのホードの機関車種となった。エンジンは基本グレードが V 型6気筒、オフで当初は3.0リットルモデルのみだったが、1988年より3.8リットルモデルが追加された。 また、日本には輸入されなかったが、アメリカ本国では、直列4気筒オフの2.5リットルモデルもある。また、高性能版の書も後に追加された。駆動方式は FF でトランスミッションは、V6 モデルが4速 AT、時期4モデルが3速 AT である。乗車転移は、車体形状及びシフトポジションによって異なり、セダンは5、6人、ワゴンは8人である。 ただしワゴンのサードシートは、後ろ向きの折りたたみ式であり子供用として、設計されているので大人には不便かつ窮屈。日本には1988年より、オートラマによって輸入が開始。バリエーションは、セダンとワゴン、高性能版の書で、左ハンドルモデルのみ。なお、兄弟車として、マーキュリーセーブルがあった。1991年に販売終了、翌年に代名。 1992年に2代目が登場。エンジン、駆動系統は初代を踏襲し外装と内装をマイナーチェンジしたのが主な変更点で、事実上のビッグマイナーチェンジであった。ヘッドライトの形状から日本のオーナーの間では、細木の愛称で呼ばれ、親しまれている。本来、本国仕様はヘッドライト内側が大々色のフロントウインカー、ポジションランプであるが、 日本国内では保安基準の関係で白色のポジションランプとされ、両端のサイドウインカーをフロントウインカーとし、フェンダーにサイドウインカーを新設した。バリエーションは、初代と同じく、セダンとワゴン、高性能版の書で、兄弟車のマーキュリーゼーブルも用意された。初代に引き続き好調。歴代トーラスの日本国内販売数では最多のモデルであった。 なお1994年より輸入販売元がオートラマからフォードモーターに変更。1995年に販売終了。三代目。1996年より販売開始。内外装はもちろんエンジン、駆動系統も新しく再設計された。ただし、プラットフォーム自体は先代の D186 を改良したものである。エンジンは 旧来からの V6 オフと新設計の3.0リットル V6DOHC。当時フォードが推し進めていたデザインテーマであるオーバルデザインを採用し、有機物のような曲線を多用したデザインが特徴。しかしこのオーバルデザインが不評で、アメリカとカナダ、メキシコの3つの主要市場での販売は不調であり、同セグメントのトップの座をホンダアコードや トヨタカムリに引き渡すこととなった。内装も同様にオーバル形状を多用したが、オーディオやエアコンスイッチなどが直感的に操作しにくいものとなり、不評であった。また、オーディオ自体が臨機格ではないため、社外品のオーディオ等に交換することができないなどの問題があった。日本マーケットを意識し右ハンドルモデルが初登場したにもかかわらず、 このデザインは日本人にも受け入れられず国内販売も振るわなかった。さらにボディサイズが先代よりも一回り大きくなり、国内での取り回しが不便になったアメリカ車の魅力でもあるベンチシートコラムシフトモデルが国内輸入版では皆無だったなどの要因もある。ヘッドライトの形状から一部の日本のオーナーの間では丸目やウーパールーパーと呼ばれ親しまれた。なお、 アジアオセアニア仕様とアメリカ仕様ではヘッドランプ及びバンパーのデザインに違いがありアジアオセアニア仕様は保安基準の関係でフロントマスクが姉妹車のセーブルのようなデザインとなっている1999年に生産を終了2000年より販売開始エンジン駆動系統は先代を踏襲し外装と内装をマイナーチェンジしたのが主な変更点で 事実上のビッグマイナーチェンジであり、ドアパネルなどは変更されていない。オーバルを大胆に採用した先代が不評で売り上げが落ち込んだため、オーバルを極力排除し大幅なデザイン変更が行われている。特に後席のヘッドスペースを改善するため、C ピラー以降は大きく、パネルデザインの変更がされている。内装も不評であった、オーバルモチーフを廃止し一般的なデザインに、 変更された。しかし全体的に保守的なデザインとなったことが逆に、没個成果を招いて、販売台数の落ち込みはあまり止まらず、ワゴンは2004年12月8日に、セガンは2006年10月27日に生産を終了した。在庫処分のため、2007年モデルまでが存在することもあり、アメリカの道路では比較的多く見かけることができる。日本には、 正規輸入されなかった。2008年より販売開始。名称こそ同じトーラスだが、もともとはフォードのフルサイズとして発売された500からの改名である。なお、このチェンジを機に派生車種フリースタイルもトーラス X に社名変更されている。日本での正規販売はされなかった。2009年より販売開始。2009年。 アメリカのミシガン州にあるコボホールで開催されたデトロイト国際オートショーにて初披露。このモデルで書が復活。しかし CM などでの読み方は今までの SHO ではなくショーである。トーラス書は前回と変わらずスポーティー路線のグレードである。グレードは下から順に SE、セル、リミテッド、書、SE、セル、 リミテッドの標準エンジンは3.5リットルの V 型6気筒 DOHC。初のエンジンは新開発のエコブーストと呼ばれる3.5リットルの V 型6気筒 DOHC ツインターボのみ。この6代メトーラスは初披露後から注目されていて評価は高い。価格面などでライバルとなるのはシボレーインパラやシボレーマリブ、クライスラー300及びクライスラー 300C。 トヨタカムリ、ホンダアコードなどであるが、品質はそれ以上のランクの車よりも優れている点がある。室内での外音の大きさは、アキュラ RL より優れていると評価され、塗装品質では、レクサス LS より優れていると評価されている。また、クロストラフィックアラートと呼ばれる、近くに自動車が走っていると、ドアミラーに設置されたライトが点滅する機能が装備されている。初に 標準搭載される新開発のエコ、ブーストエンジンは直噴ツインターボを採用し、高出力化と低燃費化と抵抗外化を同時に実現している。同じエンジンはリンカーン m k s やフォードフレックス等にも搭載され、今後のフォードの主力エンジンとなる。後日するポリスインターセプターは、この6代目がベースとなる。米国市場では、セダン市場の縮小などによる煽りを受け、 2019年をもって生産および販売終了となった。フロントリア、スーパーハイアウトプットの略で、セダンをベースとしたスポーティーモデル。各年代に発売された。日本にも少数の書が輸入、販売された。エンジンは、ヤマハ発動機と共同開発の V 型6、気筒 d o h c で 220PS27.7kgM を発揮する。 トランスミッションは5速 MT でフロアシフト。ブレーキは4輪、ディスク式。乗車定員は5名。外観の違いとしてエアロパーツが装着されている。エンジンは V 型6気筒 DOHC の24バルブだが、排気量の違いにより2種類のモデルがある。さらにトランスミッションにも違いがあり、3リットルモデルは5速、MT だが3.2リットルモデルは4速 AT である。 外観上の違いとして、専用バンパー、専用ヘッドライトエアロパーツが装着されている。エンジンは、ヤマハ発動機と共同開発の V 型8、気筒 d o h c で 235PS36.3kgM を発揮。トランスミッションは4速 AT のみで MT 設定はない。外観上の違いとして、専用バンパー及びエアロパーツが装着されている。 4代目と5代目のトーラスには書が存在しなかったため書としては4代目だがベース車両は6代目のトーラスであるエンジンは新開発の V 型6気筒 DOHC ツインターボ乗車人数は5名外装は他のグレードのものとほぼ変わらないがホイールサイズやバンパーなどに細かな差異がある4代目トーラスの後継者はフォードレッドまたは フォードフリースタイルだが2008年5ッド、フリースタイルもトーラスとして販売されるようになりモンテゴアセーブルに名称変更となった詳細はフォード5ッドを参照フォードのデモカーマイナーチェンジ前の外観のものワシントン DC 首都警察が保有する2012年型ポリスインターセプターセダンニューヨーク市警察の2013年型 ポリスインターセプターセダン。フォードは2010年、2011年から販売される新型ポリスインターセプターを発表した。車種はセダンとユーティリティの2種類で、このうちセダンのベースとなるのは6代目トーラス。これは現行のフォードクラウンベクトリアポリスインターセプターのモデルチェンジに相当する。 パトロール用を想定したものが基本仕様だが、覆面パトカーとして使用する場合を想定したオプションが用意されている。内容は非特性を高めるための内装のアップグレード、フルホイールキャップ、リアトランクに装着される、ポリスインターセプターのバッチの非装着など、自然吸気モデルも含め 4WD が標準であり、3.7リットルなど2.0リットルエコブーストに設定される。 全輪駆動はオプション扱いとなっている。内装機構その他フォードは2010年の狭小でポリスインターセプターの覆面パトカーコンセプトを公開した。ベースとなったのは直噴ターボモデル。この車両の主な特徴は以下のようになっている。w w w f o r d t a u r u s n e t ハットフォード、セダン系は2種類のみに、 トラックや SUV に注力。CNN2018 年4月29日閲覧。80年代輸入車のすべてから魅惑の、先鋭輸入車の大構成時代。三鋭書房、PP43ISBN9 兆7847億7961万723280年代輸入車のすべてから魅惑の、先鋭輸入車の大構成時代。 三英書房。PP43。PP ISBN 9長7847億7961万7232。80年代輸入車のすべてから魅惑の、先英輸入車の代行成時代。三英書房。PP43。ISBN 9長7847億7961万7232。ポリスインターセプターセダン。 ありがとうございます。